手錠は後で外すのよね、きっとね。きっとそうよね。なんかすごい音楽が、あ、やべやべー、これはこうか、こっち、ちょっと待って、やばい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 、あ、いけたいけた、いけました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 、あ、やべ、追われる気がする、追われてる気がする、今追われてる気がします。どこ、あ、違う、どうしよう、あ、どうしよう、あ、いけた、いけ、あー、ちょっとやめて、ちょっとバカ、ちょっと、どけ、あ、しよう、あ、まだいける、あーあー懐かしい、この曲。あいつがそっちの部屋入ったらこっそり行く感じね。こちら、行けた？行ける？行けるかい？いや、こっちも行きたいんだけどな。とりあえずしゃがんでいくか。いや、ちょっと待って、こっち行けるんじゃない？こっちから行けるのではないか。なんかあるかな、この部屋。ちょ待って、あいつどこにいんの今。怖いんだけど。だいぶ怖いんだけど。あいつどこにいんの今。あ、こっちにいそうな気がする。あー、いた！待って、まだ大丈夫、まだ大丈夫。まだいける。あー、どうしよう。音がする。すげえ怖い、やだ。ちょっと待って、やだ。この時間が一番怖い、私。この時間が一番怖い、私。やだ。あ、いるけど大丈夫そう。あ、どうしよう、怖い。あ、早く影行って。あ、いけそう。もういいべ。もういいべ。あ、助かった。ちょっと一旦隠れさせてね。あ、大丈夫だとは思うけど、一旦隠れさせてね。あ、動機がやばい。なんで隠れてたかわかんなくなるぐらい休憩しました。なんかやばいやついたよね。どっちから来たんだっけ？もうすべて忘れてしまった。忘れたっていうか方向音痴すぎて。あ、こっちから来たんだよね、きっと。え、待って、今絶対なんかいたよね。今なんか絶対声してたよね。逃げよう。ん？どこだっけ？あ、やばい、ここ来たとこかもしんない。あ、ちょっと待って、もう、待って、道が完全にわかんない。どうしよう。待って、リロードしといて。あんまり走りたくない。てかさ、曲がもう常にどんどこしてくるからさ、すごい今追われてるのか追われてないのかわかんないんだけど、怖いんですけど。こっちかな。いや、ここさっき来たとこやん。いや、そう、ん、あ、びっくりした。え、あ、いた、べ、いた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 正面から来てたね、今。ちょっと待って、これさ、戻った方がいいのかな、もしかして。そんなことないよね。一旦登って、これできなくて、ここってさ、ここ越えたら大丈夫そうですね。あ、穴開いてる。ここか。ここ行ったら何になる？わあ！お！あゆまいふる、急に英語。あ、バッテリーバッテ、ババ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 バ。え、なんか急に英語になったんだけど。助けてくれるって。あ、ごめん、助けてくれんのに。ユーリ、シル、エミジャ、I need to tell ya。え、なに、急に英語でちょっと困るんだけど。イッチを持ってる。怖がんないで。イッチ。
イッチはかゆみらしいけど、どういうこと？待って、ちょっとバッテリーだけ拾わせてね、ありがとうね。ごめんごめん、いじめちゃった。かゆみって何なんだろう。助けてあげる友達ですか。君はかゆみを持ってるように見えるって言われてるけど、よくわかんない。イッチって何なの。あなたの言うイッチって何なの。イッチニッチ。助けてあげるとか言う割には後ろからついてくるという。あ、手錠の鍵じゃない、あれ。待って、なんかすごい音するけど何。ちょっと待って、これ取ったらきっと走って戻る感じでしょ。こっちは何。あ、なんか鍵いっぱいあるんだけど、どういうこと。どれでもいいってこと。みんな同じ鍵。じゃあ一応トイレも見ときましょうね、一応ね。ちょっと待ってね。まあ、ないよね。トイレには何もないってことは分かったけど。ちょっと待って、鍵がさ、2つぐらいあるんだけどさ、こっちはなんか3つぐらい鍵あるんだけど。ああ、すごい広々とした集中治療室みたいな。あ、ドキュメントある。読みましょう。はい。ドキュメント、マウントマッシブ契約者の性別選択。はい。作成者、イーサン・スリス・カンダラジャ。なんか、インドチックな名前だね。注意、マーコフ事前精神医療者を相手取り、2010年に初提訴された、現在進行中の訴訟に関連したメリッサ・チョー氏の法律相談に対する依頼です。チョーさんが治療中止する頃には、女性職員や患者には安定した形態形成エンジンの効果が確認されていました。すでに8名以上の女性患者の想像妊娠が半期に達しており、ものの数週間後、うち5名は残念ながら実在しない赤ん坊を流産しました。とんでもねえこと言ってるな。でも想像妊娠って本当にあるらしいね。怖いね。女性職員は同施設の上階へ移動させられた後は、他施設へ、最後にはマウントマッシブ精神病院施設を出ていきました。てか患者だけじゃなくて職員にもなんだ。ウォルライダープロジェクトには必須の守秘義務により、再割り当てや治療中止の動機に守秘義務が課されましたが、それが結果としていくつかのグループの患者には不正と移りました。裁判所の命令により、張さんは見事に情報公開法のもと、自身の治療中止関連書類を入手する権利が認められました。機密情報は回避し、情報を改善して記載した、これらの書類を実際より後の日付で付けて作成する必要があるでしょう。ご意見をお願いします。そうやって、書類の改ざんということかな。やべえな。とにかく自分の会社に都合のいいように動いてるみたいな感じか。じゃあなんか3つぐらいあったけど、とりあえず1個ずつ取っていくか。3つぐらいあったよね、鍵が。どこだ？あれ、どこだっけ？鍵3つあったかと思ったけど、なんか1つにまとめられたっぽいですね。じゃあ奥の部屋行こうか。明るい方へ。こっちか。どっかで登るのよね。あ、セーブされた。与えないと。ちょっと待って。後ろにいた後ろだよーんっつってはい、登って越えて、オッケーこれね。あー、助かった。よかった。はい、徐々ついでに、クレマトリウムは火葬場らしいです。火葬場ね。死体を焼くのね。あ、向こう誰かいる。あー。何？大丈夫？足やられた？暗い、めっちゃ暗い。なんかこういう真っ暗なとこ来るとさ、クリスに追っかけられるんじゃないかって未だにビクビクするんだけど。なんかドキュメントとかあるかな？バッテリーとか。てかバッテリー地味にやばい気がするな。なんかあれだよね、アウトラストやったからちょっと慣れてるでしょみたいな感じでバッテリー減らされてんのかな、もしかして。減らされてるっていうか少ないのかな。何これ。でも難易度は一番低いんですけどね。
ああ火葬場だ本当に。あ、これは接触するってあるけど、接触する前にちょっと待ってね、いろいろ取っとこう。ボタンがいっぱいあるね。こっから先はいけなくって、わあ、さっきの人だ、これさっき食ってた人だ、もうやだ、もうやめてよ、もう動くな料理しろ、やだあー仮装されたけど大丈夫そう。ジョナサン・ジョースター、え、待って、さっきのさボタンって押しといた方が良かったのかな、もしかして、もしかしてさっきのボタン押しとかないとみたいな感じだったのかな。あーでも大丈夫そう、さっきのボタン押してないけど大丈夫なのかな。お前は俺のものなんかすげえすごい熱烈なんですけど、大丈夫。パークパークも結構体強そうですね。あ、ここ登れる、なんか何、あ、誰かいる、大丈夫、ちょっと待って、さっきの仮装のボタンって なんただ焼くだけ、あ、そっか、足熱い熱いだったか、よいしょ、あー、なんか食らってる、なんか食らってる、なんかあの煙食らうとなんかやばいぞ、あー、暗い、暗すぎー、暗すぎー、もうどこがどこだかわからん。ここ来てもあんま意味なさげ？バッテリーがやばいですね。まあ、一瞬だったら食らっても大丈夫そうだけども。ああ。いやー、脅かし演出が毎回豊富で。よろしくってよ本当にびっくりしちゃうあ、なんだこの部屋、ちょっとおしゃれな昔の学校みたいな感じだけど、とりあえずバッテリー補充するか。ここは何、教会みたいな感じもするね。あ、教会だ、ミサだ。あ、ドキュメント、やった、ドキュメントだらけだ。ドキュメント、神と家族、ゴッツ&ファミリー、マウントマッシブの病院の先生の記録ね。クラーク神父様、神にお仕えする神父様に私が嘘をつくなどということがありますでしょうか。神に誓って神父様の仕事場の安全状態を保てるようできる限り最善を尽くしてまいります。私を含め職員ともども神父様が患者にしてくださる全てのことに非常に感謝いたしております。もし患者の誰かから危険を感じることなどございましたら私たちにお伝えください。問題ある患者には薬の服用量を増やして症状を抑える、または前頭葉切断などの鎮静方法により対応いたしますやば、前頭葉切っちゃったら多分頭空っぽっていうか何もできない人になっちゃうよね。神父様のお説教の患者への効果を過小評価なさらないでください。特に催眠療法では心の奥深いところにまで対応していくため患者は混乱をきたします。このような場合神や家族などの拠り所が必要不可欠です。我々の患者すべてが訪ねてくれるような家族に恵まれているわけではなく、あなた様がそこで肩代わり神のお召しとなってお手を差し伸べてくださっているのです。我々一同神父様と神のお力に感謝いたしております。あー、 DBNR、催眠療法で混乱させてその弱みにつけ込むみたいな、そういう話だよな。ニューハウスさんで覚えとこう。ニューハウスさん結構昔の記録ではあったけど、うん。で、ここはですよね、出れそうなところからは出れないんです。それがアウトラスト。で、どこ行けばいいんだろう。こっちかな？こっちっぽい。暗いから。暗いからこっちっぽい。
で一応閉めとこう。ドン。ここも手術室っぽい。いや、火葬場か。あ、なんか火葬場の前にこういう解剖の台があるのってなんか映画で見たことあるな。何の映画だっけ？ジェーン・ドーの解剖とか、なんかそれ、その映画でなんか見た気がするな。静かな映画でしたけど。ここなんもないんかい。ここはなんもないんかい。仮想の蓋しかないですね。じゃあどこ？あの上に登るのか、もしかして。はしごあるのに自力で自力で行ったな。ここかな。あ、いけたいけた、大丈夫。鉄パイプ痛いよね。道なき道を行きます。ここ登って、登って、ここ、いける、いける。いやー、パックも力強いわね、たくましいわね。でもここからどう行けばいいの、ここ。たくましいね、パックン。パックン、たくましいね。こんな細いとこをよく普通に渡ろうと思うよね。私だったらもうここで帰ろうってなっちゃう。でも帰れないのか。かわいそうに。あ！ウルライダー？ウルライダー？登ってったね、今。すごい勢いで登ってった、今。で、ここ？わ、どんどん登るね。登るし、このエンジンの映像がどん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 頭に降りかかってくる。あ、バッテリーだー。美味しいご飯。ここからどうすんだ？あ、あったあった。今度はしゃがんでこっちに。あー、怖い。あ、裸足かー。パックン、裸足かー。それはちょっとかわいそうだな。あ、バッテリーある。かわいそう。裸足かわいそうだけど、シルエットちょっとかっこいいな。ちょっとかっこいいね。そこのバッテリー取れたらいいんですけどね。後で取れるかな？ここなんだ？左から行くぜ。何これ。あ、コートかけるやつかと思ったら電球か。こっちかな。わー、出た、迷路。あーバッテリー取れた。反対側のバッテリー取れた。やった、よっしゃよっしゃ。こうやって考えるとアウトラストでも結構取り逃してるバッテリーとか、あのメモとかいっぱいありそうだよね。てか多分全部は取れてないんだよな。ん？毒ガス。ちょっと待って。こっちの部屋見とこう。なんだっけ？無線機だ。そう、道筋が長すぎて最終目標をすぐ忘れてしまう。無線機にたどり着けそうな気配がまるでない。そしてすぐバッテリーが切れそうになる。こっちだよね、きっとね。走っていこう。ほら、開くって言っただろう。そう、言った通りさ。ライブラリー。グラハム、進み続けろ。すぐ出口だ。もう患者さんたちがみんな一斉に逃げ出そうとしているのかな。あ、待って、わかんない。またやばい声出しちゃった。待って、ちょ、グラハム、待って、君はグラハムじゃないか。ちょっと待って。今回もすごい叫んでしまいますね、ついつい。あ、待って、これ来た道戻ってるだけじゃん。どっちを。ちょっと待って。待ちなさい。グラハム、待ちなさい。これしゃがんでたら。お、おー。いや、目の前にいる。目の前、めっちゃ目の前にいる。わーでも下手したらしゃがんでた方がいい説あるな、今の感じ見てると。いやー、痛い痛い。
違うな、どこだ、あーやめてバスケかバスケのフェイントか。どっか行けないのこの辺。あーちょっとやめてやめて、ちょっと後でね、後で遊んであげるから。こっちが、こっちなのか。やめて、ちょっともう鼻血が。上太郎からの家教員。わあ、もうちょっともうやだやだこの人、ちょっともうすごい、めっちゃ求婚されて、求婚すんな求婚すな。あーここ、こっち行けそう、こっち行けそう、なんかこっち行けそう、なんかこっち逃げて行けそう。なんで開かないの、なんで開かないの。あ、ここね、ここね、ここね、オッケーオッケーオッケー。あー助かった、助かった。あーあー怖かった。ふう待って、足つった足ずった。いや、びっくりしすぎると足つるんで気をつけた方がいいっすね。あ、ふうやべ、またどっちから来たか忘れ、あ、そうだ、このドアを見て安心したからそっちから来たんだ。オッケー、じゃあこっち行こう。あー、いや、相変わらずわからんな、道が。誘導はすごいわかりやすいけど。あ！もう、勘弁してよ、もう。やめ、バカもう。エアロックにアクセスするためにガスを止める。オッケー、ガス止めたらいいのね。多分、バルブ系ね。バルブを止める系の、なんかそういうプレイね。オッケー、わかった。わかったけどさ、私もガス食らうんだよ。わかってる？君がガス食らわないために私がガスを食らうってことだけど、いいかな？わかってるかな？あなたの代わりに私の命を削って、バルブを止めましょう。わかりました。いいでしょう。